スネーク、なぜ俺たちは生きてる。痛みに耐えるために毎晩なくした足が、指先が、右腕が痛む。なくした体の、なくした仲間の痛みがいつまでもうずく。まだここにあるように。あんたも痛むだろう。俺がサイファーと関わったせいだ。国家を超えた国家なき組織、俺はあいつの権力にゼロに寄生していたんだ。キプロスであんたを襲ったのも、アフガニスタンでも、サイファーは悠々と泳ぎ回ってる。世界の全てを飲み込んで成長を続けて、その大きさももうボス、やつらから俺たちの過去を、なくしたものを返してもらう。俺はそのために復讐の鬼となる。まもなくマザーベースです。あの時のように。10年前とは違う。金を稼ぎ、人を集める。サイファーに対抗するため、血の混ざった戦場の泥を舐める。復讐のためだけに。俺たちが介入するのは世界中のウェットワークだ。正義も大義もない。カズ、地獄に落ちた俺たちだが、さらにその下に落ちることになる。俺ももうあの世から帰ってきた鬼だ。天国に未練なんかない。戦争の犬たちは今日限りだ。あんたが目覚めたんだ。もう吐きだめの犬じゃない。ダイヤモンドの犬。いい、好きにさせろ。ねえ、サイファーを撃とう、ボス。そのために力を貯めるんだ。だがカズ、忘れんな。俺たちは過去じゃなく、未来のために戦う。大事な話が。基地の運営したかった。
この基地はもうあんたのものだ。ダイヤモンドドッグズをあんたの手で大きくしてやってくれ。組織に必要なのはまず優秀な人材を集めること、そして彼らの能力を生かすことだ。その説明をミラーから頼まれた。まず人を集めるにはこいつ、フルトン回収装置だ。そいつを使ってあんたが出先で気に入った兵士や捕虜をマザーベースに回収してくれ。俺たちが説得し、共に働く仲間としてダイヤモンドドッグスに招聘する。試しにここにいるスタッフを回収してみろ。誰でもいい。まずはそいつを眠らせるんだ。麻酔銃は持っているな。手加減なしで頼みます。よし、スタッフが眠ったぞ。近づいて回収しろ。いいぞ。数週間、和藩南方の農村がソ連軍の連続砲爆撃を受け、被害が拡大している。ソ連の焦土作戦、目的は CIA が支援するゲリラの殲滅だ。今回のターゲットはこの作戦で並ならぬ功績を挙げているスペツナズの支隊長。噂では奴の部隊はラスマセリャマンのムジャヒディ、ハミド隊も一晩で消滅させたという。優秀な指揮官、恐るべき人物だ。CIA の依頼はこの男の排除、シュートオンサイトだ。すまないボス、これはただの仕事、何の恨みもない。俺たちの目的のためだけに行う、ソ連正規軍一指揮官のウェットジョブだ。Approaching.
Attention, sandstorm approaching. Mother base. すごい。ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。